ソ木の滝は、鹿児島県伊佐市南部の川内川上流にある滝。ソギの滝とも書かれる。ソ木の滝付近の空中写真画像中央の、ソ木大橋の左側が、ソ木の滝である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成時末攻めの岐路大口筋にて日頃へ向かう都市に、豊臣秀吉も、 その雄大な景観を楽しんだと言われる。高さ12メートル、滝の幅は210メートルと広く、東洋のナイアガと言われる。格闘火災流の堆積物によってできたもの。戦場岩などが見られ、川内川流域県立自然公園の指定地区となっている。初期の滝公園として整備されており春は桜や、筒子が、秋はもみじが周辺を彩り、 毎年11月下旬には、もみじ祭りが開催される。滝の展望所には、柳原美白連が昭和32年に滝を訪れた際に読んだ歌、モノノフの昔語りを初期の滝水のしぶきに濡れつつぞ、聞く、の歌詞がある。また、園内には、祖木発電所の遺構である、地下道150メートルを利用して作られた、初期の滝洞窟付きの公園がある。滝の下流から、 鶴田ダムのダム湖である、大鶴湖が広がり、滝の一点五キロメートル下流にはダムが、洪水調節のために水位を下げている夏の時期だけ、姿を表す、素木発電所跡がある。新速大橋滝のすぐ上流には、鹿児島県道大口鶴田線の素木大橋が、かかっていた。素木大橋はもともと、鶴田ダムの工事用道路として、国が九百六十二年に建設したもので、 その保険に移管されて、県道として利用されてきたが、1989年に、日本の滝百線の選定作業が行われた際に、上流の橋で景観が台無しとされて線から漏れたため、1992年には、当時の大口市から県に対して、橋の移設希望が出された。このため、大口鶴田線の道路改良を兼ねて、新しい即大橋を滝寄り、 下流側に建設する工事が始められ、2009年3月6日に安全祈願祭が行われて、工事に着手し、2012年春、完成予定としていたが、予定より前倒しされ2011年11月5日に開通した。旧ソキオ橋は2012年度以降に撤去される予定となっている。平成100系24位に選出された。2006年7月に、 九州地方を襲った平成18年7月号により川内川流域は全川で甚大な被害を受けた災害復旧と浸水被害の軽減のため国土交通省九州地方整備局により川内川激甚災害対策特別緊急事業が実施され洪水の流下を妨げる協作部の一つである祖木の滝には左岸川を迂回する祖木の滝分水路が建設された ソキの滝は地域における重要な観光スポットで自然景観の保全に配慮する必要があることから、熊本大学景観デザイン研究室及び空間情報デザイン研究室の協力により詳細な景観検討が行われ、ウガンのソキの滝公園からの景観の変化が最小となるように流路が決定された。全長約400メートル。 幅約30メートルにわたって掘削された稼働は岩肌を生かす仕上げとされ、平常時は農業用水の導水により浸水性のあるせせらぎ水路となっている。また、管理用通路を地形に合わせた変化のある構造として各所に階段を設置、回遊性を確保した導線とするなど、防災施設としての治水機能のみならず、観光拠点としての付加価値の向上にも重点が、 置かれている。工事で発生した大量の掘作岩は下流に建設された、吸い込む分水路の工事資材として活用された。自然景観の保全に配慮しながら、治水機能を向上させ、付加価値を創出したことが評価され、2012年のグッドデザイン賞及び特別賞のグッドデザインサステナブルデザイン賞を受賞した。急素木発電所の取水口。 鎮射地以降の一部を利用して新素木発電所が建設され2013年4月より運転を開始している。最大出力4 9 0ット。放水口は滝のすぐ下流にあり滝の落差を利用して発電を行っている。公園の景観を配慮して発電用水車は滝の右岸の地中に延直に設置されている。ありがとうございます。